まあ、内容的に見ると残念ながらそれほど目新しいものはないのかなと、まあ、当たり前のことを当たり前に言ったというだけのことであろうかと思います。それで、問題は選挙の効力ということになりますが、昨日出た広島の判決のようなですね、将来校とかあるいは無効を一定程度の期間、停止していくと、そういうような手法を取ったものではないと、まあ、ごくごく今までオーソドックスに取られた事情判決の類推の法理ということを用いて、まあ、最終的には我々の請求を棄却する、しかしながら名を書きで選挙を違法とするということをしております。まあ、そういう意味では特に目新しい判決ではないかなというふうに思います。